皆さんこんにちはタイミングベルト中毒です。あちゃうわ車いじりバカです。<laughs> さて今回も過去2回の動画に引き続きタイミングベルト交換の動画なんですがなんせ私前回の作業で大失態を演じてしまったのであれ以来ずっと落ち込んでおり気分が晴れません。しかしながらですねそんな感じで落ち込んでいるとたくさんの視聴者の方からドンマイ。 趣味なんだから壊したってええやん怪我もなくやれてるからええやんと大変前向きに励ましていただきまして元気をもらいました。ということですっかりやる気を取り戻している今日この頃でございます。さて前回の動画ではエンジンに深刻なダメージを与えてしまったかもしれないとだけお話ししましたがまずは少しおさらいも兼ねて 私がやらかした失敗がどんなものなのかというのをご説明したいと思います。ビートのエンジンはそもそもタイミングベルトが切れるとエンジンそのものが壊れて修理代が30万とかそれ以上というようなレベルでかかっちゃうというもののようです。詳しくはノスビートチャンネルさんが動画にされていますので私も参考にさせていただきました。概要欄にリンクを貼っておきます。ビートの場合どういうことが起こって壊れちゃうかということなんですが タイミングベルトが切れるとカムシャフトが回らなくなるのでどこかの気筒のバルブが開いた状態のところで止まってしまうんですねそこにまだ惰性で動いているピストンがバルブの開閉に関係なく上下に動いてしまうのでビートの場合はその開いたバルブにピストンのヘッドが当たってバルブやピストンを壊しちゃういわゆるバルブクラッシュというらしいんですけれどもそういう状況を引き起こすらしいです逆の言い方をするとタイミングベルトがあるおかげで バルブととととピストンががちょううううどいい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 感じじでお互い当たたたらないよよに開りりり閉じたりするる仕組みが成り立っているということのようですそれで今回私がやらかした時の状態なんですけれどもまず私はタイミングベルトまでの長い道のりを経てようやくタイミングベルトに行きつけたので喜びさんでさっさとベルトを外してしまいましてその状態でいろいろ作業をしておりましたそれでその後タイミングベルトを新品のものに戻そうとした時に問題が起きました そののの問題とといいううががタイミングベルトが元あっっったた場所に戻らなくなくちゃったというものです上の方からつまりカム側のプーリーにまずタイミングベルトの印を合わせてベルトを装着して下の方ですねつまりクランク側までベルトを上から順番にはめていったんですがクランク側のコマが一つずれてしまったことを発見したんですねそれで元あった印の通りに戻そうと思ってタイミングベルトを外した状態で ククランク側を回しそれでしれっと逆回転させて戻せばよかったんですが整備所がですね「絶対に逆回しするな」と書いてあったので馬鹿正直に私はですねそっからほぼ1周させて元の位置に戻そうとしたんですそれで機嫌よくクランクを回していたら途中でガツンと回らなくなってしまいました ここでもこの動画をご覧の皆さんなら何が起こったかお分かりかと思うんですがそうですタイミングブレードが切れたのと同じことが起こったわけなんですつまりバルブが開いた状態のところにピストンが上がってきてガツンと当たってしまったということなんですここで今の私なら「ははーんピストン当たりよったなちょっとカム側回してバルブ閉じてみるか」ぐらいのですね余裕な動きはできたと思うんですが 当時の私、なんせパニックっていましたので、そんな機転は効くはずもなく、何をやったかというと、勢いをつけて回したら回るに違いないと、レンチをかけて思いっきり力を入れて回してみちゃいました。悪いことにそれを数回やっておりました。ということで私はなんと手動でバルブクラッシュを起こさせてしまったというわけなんです。ほんとバカです。しかもギュうギュう力入れていました。 私はタイミングベルトが切れてバルブクラッシュでエンジンがダメになるのが嫌でその予防のためにタイミングベルトを交換してやろうと今回の作業を始めたわけなんですがなんと正常だったエンジンをばらしてマニュアルでバルブクラッシュを起こさせてしまったという次第です。<laughs> 情けないです。はいということでこの日はですねバルブがどういう状態になっているのか果たしてダメージを受けているのかというのを いつも助けてくれているお友達の K さんが貸してくれたスネークカメラでエンジンの中を覗いてみたいと思いますまずは一番シリンダーをチェックしてみましたちなみにこの映像を撮ってる時点ではクランクがガツンとどこかに当たって回らなくなってしまった状態でしたのでどこかのシリンダーでバルブクラッシュが起きてるはずです今ピストンの頭が見えましたね これどうううななんでしょう綺麗なんででししょょか私この辺はさっぱりわからないのでもし分かられる方おられたらコメント欄で教えてください次にカメラを横に切り替えて横からの映像です上に見えているのがバルブですねこれが吸気側なのか排気側なのかちょっと私にはわからないんですがこの状態はバルブが閉じている状態かなと思います表面にも変なものが付着したりはしてないですねでカメラをぐるっと1周回してみましたが ここは当たった形跡などはなかったようですこちら側のバルブはこれカーボンですかねなんかカビみたいなのが見えますがそういったものがバルブの頭に付着しておりましたウエスかなんかでゴシゴシ掃除したい気分ですあとこの辺はピストンの内壁側ですね細かい傷が見えていますこちらの映像はカメラを入れたままクランクを少し回してピストンが上下するところを写したものです はい1番シリンダーは大丈夫そうでした次に2番シリンダーに入っていきますこうやって見ると2番シリンダーのプラグホール付近もオイルが滲んでますよねあんまり綺麗じゃないです対策が必要ですいよいよ燃焼室に入りましたここであっと何やらピストンの頭に傷のようなものが見えましたどうやらこの2番シリンダーが私がヒットさせてしまったところのようです こちらもクランクを回してピストンを上下させてみますああ、ピストンとバルブが見事に当たっておりますクランクを回した方の手応えもやはりこのポイントでヒットしている感触でした次にカメラを横に切り替えてみましたこの開いた状態のバルブがおそらく問題のバルブクラッシュしたものと思われます 相変わらずカビみたいなものが付着してますね。1番シリンダーより2番シリンダーの方がひどいみたいです。もう少し見ていきますと、あ、何やら怪しげなものが映っています。カメラを回してみました。こちら側のバルブは閉じています。汚れもそんなにないです。ぐるっとカメラを回して反対側のバルブを見てみます。 バルブの傘の根元周りはそんなに汚れてないと私は思うんですが、どうでしょう。そして、ついにカメラが決定的画像を捉えます。これですね。ここですね。バルブのここがピストンのヘッドに当たっていたと思われます。カメラを切り替えて、ちょうどその下のヘッド部分を撮ってみました。 この部分にバルブがが当たった跡が残っっ残てますね私が力任せに回した跡であることは間違いないと思いますちなみに正常な1番シリンダーのピストンヘッドとの比較はこんな感じです上が今回バルブが当たった2番のヘッド下が正常な1番のヘッドです恐る恐るですがクランクを回してピストンを動かしてみますヘッドが上がってきましたあ もう確実ですねここに当たったのは間違いないようですついに手動バルブクラッシュの瞬間をカメラが捉えましたなんだかピストンのヘッドがこちらを向いてあざ笑っているような顔に見えるのは私だけでしょうか私の心がそう見させているのでしょうかここがヘッドと当たっていた部分ですねついになっている反対側のバルブはそんなに損傷していないようです 続いて念のため3番シリンダーもチェックしておきましたここはプラグを外した時にプラグホールへのオイルの侵入が見られたところでしたのでご覧の通りオイル浸しになっていましたかなりオイルが溜まっていたようなのでプラグを抜いた時にご覧の通りオイルがピストンのところまで落ちたようで少しオイルが溜まっていましたここはオイル漏れ以外は大きな問題はなかったようでしたまあ、相変わらずカビみたいなのはバルブに付着しておりました はい。ということで、今回はこの調査で予想通りバルブとピストンが当たっていたということが判明。しかも、私が無理に回したことで、バルブ側とピストンの頭に若干の傷が入っていたということがわかりました。しかし、これだけではまだバルブが曲がってしまったのか、またバルブ頭の一部が欠けてしまって、吸気あるいは排気漏れみたいな現象になるのか、みたいなところまではわからないです。ということで、 次回またはその次ぐらいになるかも分かりませんがある程度バラしたパーツを戻せたら一度エンジンの圧縮を測ってみてバルブが生き残っているのかを確認してみたいと思いますそのために圧縮測定用の器具も購入しましたまたツールが増えました <laughs> さて私はエンジンを壊してしまったのか何とかビートくんが持ちこたえてくれたのかまだまだ不安な日々は続きます続編にご期待ください 今日のところはここまでにしたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画作りの励みになりますので、チャンネル登録といいねボタンをお願いします。それではまた。